トリームチェイサーです。今回はこちらのびっくら卵3つを一緒に入れてみたいと思います。まずはこちら、つむつむのスタンプマスコットコレクション。何回かやってるんですけれども、まだ揃ってないものがあるので開けていきたいと思います。ミニーちゃんが出てきてくれたらいいな。はい、そしてこちらは秘密のココタマ、プレートマスコットのタイプですね。こちらはなかなかビビットとかミシルパリーノは出てきてくれたんですけれども、こちらのメインキャラが全然出てきてくれてないので、特にこちらのメロリー&モグタンが出てきてくれたら嬉しいなと思います。そして3つ目はこちら、アンパンマンおもちゃの星のなんだとルンダ編。こちらはちょっと大きめのマスコットでとっても可愛いですね。ナンダをゲットしたので、ルンダも欲しいなと思って買ってきました。はい、ではそれぞれ開けていきたいと思います。はい、つむつむはオレンジの香り、オレンジ色の入浴剤です。まん丸ですね。はい、とってもいい香りがします。はい、続いてアンパンマン。はい、今回はアンパンマンのお顔が出てきてくれました。はい、こちらはミックスフルーツの香りです。オレンジが混ざったような黄色い入浴剤になっています。はい、そしてこちら秘密のココタマは、こちらもアンパンマンと同じ感じかな、ちょっと黄色のみって感じですかね。こっちはラッキーマンゴーの香りになっています。フルーツのいい香りがしそうですね。ともとても相性がいいのでいい香りになると思います。卵の形をしています。はい、ここ玉らしい形です。はい、では今回はナムコでこちらのアンパンマンおもちゃの星のナンダとルンダのナンダをゲットしたので、こちらのナンダに入れるのを手伝ってもらっちゃいたいと思います。ではまずは行きます。はい、ココタマの卵を持ち上げてくれました。いきます。おっこらせ。では、アンパンマンも入れます。なんだなんだと気になってる感じですね。はい、こちらのなんだのぬいぐるみ。ラインナップが他にも、ルンダとクリームパンダちゃん、アンパンマンとバイキンマンがありましたけれども、残ってたのがこちらのナンダとルンダだけだったんですね。はい。子供が撮ってくれました。本当はこちらの動画も流したかったんですけれども、一回じゃどうせ撮れないだろうと思って、私が両替をしている間に勝手にやって撮っちゃったそうです。もうすぐ撮れて大喜びでした。はい、なんだでーす。見つけたらやってみてください。はい、そしてあっという間ですね。そうそう、つむつむは、あれなんですよね。中のマスコットはとっても大きいんですけれども、入浴剤が比較的小さくって、あっという間に溶けてしまいます。青いやつですね。耳が片方しか見えていません。さて、誰でしょうか？これは、あっちかな？ハートの形のスタンプですね。
ミニーちゃんかな、どうかな。あ、ココタマの方が一足早くしっかりと見せてくれましたね、お顔。はい、では先にこっちから見ていきましょう。ラキタマとおしゃきのプレートが出てきました。初めてですね。かわいいプレートです。はい、裏はちょっと肉抜きされたような感じになっています。これがぷくっとしてたらもっと可愛かったですね。はい、ラキタマとおしゃきが出てきました。アンパンマンも結構マスコット大きいんですけどね。誰が出てくるでしょうか。誰かな、誰かな。あ、これは、これは、これは、もう、わかったかな？誰が出てきてくれたか。あ、もうちょっとかかりそう。まあ、誰かはわかってるんですけどね。じゃあ先に、こっちから見ていきましょう。つむつむは、はい、プーさんのスタンプが出てきました。はい。こんな感じで、プーさんの可愛いお顔が描かれています。これスタンプ台にペタンと押してあげるとすごく綺麗に写りやすいので試してみましょう。はい、ラスト。アンパンマンおもちゃの星のなんだとルンダ編から出てきてくれたのはバイキンマンでした。にっこり元気なお顔ですね。はい。いつもよりもちょっと大きめに作られてる今回のマスコットはすごい存在感があっていいですね。はい、ではプーさんのハンコどんな感じでできるのかチェックしていきましょう。トントンとスタンプ台につけたらペタン。はい、ハートがもうちょっと出てくれてもよかったかな。せっかく赤なのでもう一回綺麗にやってみましょう。でこぼこにちゃんとしっかりついてくれるかな。いきます。キュッ、できたかな。いきます。そっと外して、それ、あ、ちょっとこっちが欠けちゃいましたけれども、こっち側うまくできましたね。はい、これはそれぞれのスタンプで当たり外れはあるかもしれませんね。同じプーさんなんですけれども、こちらは前回出たピンクバージョンですね。ピンクバージョンでちょっと同じように押してみましょう。どうかな？どうかな？ペタン。どうかな？グググググ。それ！あ、これはうまくできましたね。やっぱちょっと個体差はあるかもしれないですね。いっぱい押して楽しんでみてください。はい、というわけで今回はビックラ卵の秘密のココタマ、そしてアンパンマンおもちゃの星のなんだとルンダ編、つむつむのスタンプマスコットコレクション3つを一緒に入れてみました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。